はい、皆さんこんにちは。強み企業コーチの福井恵美です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、高額商品を提案する際の魔法のブロック外しの言葉ということでご紹介したいなと思います。結構ですね、女性の起業家の方とか、一人ビジネスされている方はですね、ちょっと私セールスとか、そういう社会人でですね、営業経験もないので、ちょっとドキドキしますであったりとか、なかなか、1万円とかね、1万円以下ぐらいのお値段だったらやったことがあるけれども、ちょっとそれ以上の金額っていうのはなかなか抵抗がありますっていう方、これものすごく多いですね。結構本当にそういうセールスのブロックっていうのは強いんだなっていうふうに日々感じているんですけれども、ですごいいい言葉、魔法のブロック外しの言葉っていうのをちょっと今日はお伝えしたいなと思います。で、よくある言葉として、例えばこういうことってありませんか？なんかお客様をもう早く取ってきてくださいとかね、なんか営業とかの話とかでお客様早く取ってきてくださいとか、なんか商品を早く獲得、商品を買ってくれるお客様を獲得しないといけないですよとか、そういう獲得とか取るとか、そういう言葉ありますよね。で、ちょっとニュアンスとしては、なんか奪うみたいなイメージってありませんか？で、ここをちょっとこう変えるだけで、これだったら、なんかすごい気持ちが楽になるなっていうような言葉があります。で、何かというと、お預かりする。これですね。お預かりする。お金を、例えばここにね、お金をお預かりするとかでも、いいんですけれども、例えば、30万円の商品があったりとかして、でそれに対して特にね、コンサルとかそういう無形物の商品、何でもいいんですけれども、30万円以上の単価の商品で、こうお客様のお金を、お金をいただくというよりかはね、お客様のお金をお預かりするっていうイメージで提案するとすごくいいんじゃないかなと思います。で、やっぱり何か、例えば私のような、コーチング業とかでもですね、こう一旦こう私の方で、ご契約料金をですね、お預かりすると。で、例えば30万円なら30万円の商品で、私のこう気持ちの中としては、このお客様が30万円を私の方に一旦こう預けてくれたっていうような感覚ですね。で、それをもう倍、60万、90万、100万っていう形でこうさらにまたそれをお返しするっていうようなイメージで、私はこう商品を提案しています。なんか資産、私の方で、私っていう、こう体を通してですね、資産を本当に運用してほしいなぐらいの勢いですね。もう30万円っていうのは、例えば銀行口座の中にこう置いておいたら、それはそのままの、価値なんですよね。で、特に増えることもしないし減ることもしない。で、もしくは、例えばめちゃくちゃ、無駄遣いって言うとあれですけれども、なんか、10万円のちょっとバッグとかで消えてしまったりとか、なんかこう知らないうちに飲み会とかであっという間に、生活費とかでね、なくなっちゃうわけですね。で、それを一旦自分の教育であったりとか、学びであったりとか、何かこう起業を、例えば強み企業コーチングとかだと起業をスタートするっていう、そこでそのお金っていうものを、福井の方で預かって、でそれをさらに増やしてまた還元してお返しするっていうようなイメージですね。で、これって皆さんのビジネスでもすごく役立つと思うんですよね。で、もともとこのお預かりするっていう言葉を、教えてくれた方が一人友人で、知人でいるんですけれども、その方実は30代前半で、もう1億円プレイヤーなんですね。で、世界の中でも、ある分野でですね、トップ営業マンっていう形で、すごく業界でも有名なんですけれども、その方が、後輩とかの方とかに、契約獲得できましたっていうような形で後輩が言っていたら、僕はめちゃくちゃ怒りますねみたいな話をしてたんですよね。で、契約を取ったとか、
獲得したっていうことじゃなくて、まあ、それはもう一旦お客様がお預かりしているものだから、それをまたさらにね還元してもっと増やしてあげようっていう、まあ、そういうイメージで言葉を選んだ方がいいよっていうような、まあ、メッセージを聞いて、あ、これは本当にすごいいい言葉だなっていうふうに思ったんですよね。なので、まあ、今日のまとめとして、ぜひあ、これはお預かりするっていうそのフレーズ頭の中に止めておいていただけたら、きっと魔法のブロック外しの言葉として使えるんじゃないかなというふうに思います。ということで、はい、何かためになったなということがありましたら、ぜひいいねのボタンを押していただいて、で下のですねコメント欄のところにメインタイトルをこうポチッとクリックすると説明欄がバーッと出てくるので、そこで LINE アット、福井の LINE アットに登録していただくと、いろんな悩み相談っていうこともこうお答えしているので、ぜひ何かアドバイス欲しいなっていう方はそちらの方からご連絡いただければと思います。ということで、はい、株式会社エジミの福井恵美でした。はい、失礼します。